こんにちは、平井博明です。今回はですね、フェアウェイウッドについて説明していきたいと思います。フェアウェイウッド、その中でも一番難しい3番ウッドをちょっと解説していきたいと思いますけども、まずフェアウェイウッドはそもそもどういうクラブかっていうと、どういうクラブで打ってます？ピンを狙うためのクラブとして考えてるのか、長いミドルホールとかですね、あとはパー5ロングホールで距離を稼ぐために使っているのか、フェアウェイウッドをどういう目的として使っているかがすごく重要になってきます。なのでそれを一つ一つ解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。でフェアウェイウッドっていうのはティーアップしない下から打つクラブで、一番ロフトが立っていて一番長いので一番難しいです。なのであまり期待を持たない方がいいです。3番ウッドに球が上がらない、当たり前です。そもそもまっすぐ飛んでいかない、当たり前です。なんでそれを含めて、まあある程度50点が満点ぐらいの気持ちでいた方が僕はいいです。できればあまり高得点を求めない方がいいですね。まずボールの位置からいきましょうか。ボールの位置は基本はヘッドが真ん中です。ヘッドが体の真ん中、それに合わせてボールを置きますので、ボールだけ見ると真ん中よりもボール1個もしくは1個半左になります。球の高さのイメージってどれぐらい想像してます？ドライバーと同じぐらいっていう方結構いらっしゃると思うんですけども、ドライバーの半分ぐらいと思ってください。3番ウッドはそんなに上がるクラブではないです。ティーアップしたらもちろんドライバーと同じぐらい上がりますけども、ティーアップしないで下から打つ場合はドライバーの高さの約半分ぐらいの意識でいいです。それはですね、上げに行ったりとかですね、飛ばしに行ったりしないっていう要素も含まれてます。なのでまあ最適な高さですよねっていうのは、ドライバーの半分ぐらいの高さに飛んでいくイメージを持ってみてください。あとはですね、打ち方なんですが、その打ち方でそもそもアイアンが好きかウッドが好きかっていう話になるんですけども、アイアンが好きな方はフェアウェイウッドもできれば少し上から打つようなアイアンっぽい、今みたいな感じですね、スイングなんかをしていただいた方がいいです。ウッド得意だよ、ドライバー得意だよっていう方は横から払って打ってあげるイメージを持った方がいいですね。得意不得意ってもちろんあるんです。ウッドが得意だよっていう方はフェアウェイウッド入れていただいてもいいんですが、ウッドが苦手だよ、アイアンが好きだよっていう方はフェアウェイウッド入れなくてもいいと思います。ユーティリティとかですね、すっごく便利なクラブがですねありますので、UT ですよね、 UT の2番なんかは4番ウッドと同じぐらい飛びます。ウッドよりも短くて打ちやすいので、7000ヤード超えるコースでしたらある程度ウッドは必要になってきますが、6600-700ぐらいのコースでしたらユーティリティでも全然十分戦えますので、無理してフェアウェイウッドを入れる必要はないと思います。番手として3、4、5、7、9とかあると思うんですが、無理に3番を入れなくていいと思います。本当に5番7番とかですね、まあ、もうちょっと距離欲しいよっていう場合は4番7番ウッドなんかをすごくおすすめします。得意な方はウッドいっぱい入れていただいていいと思うんですが、まあウッドが苦手な方は5番ウッド、ユーティリティとか、番手で言うと5番ウッド、3番ユーティリティ、4番ユーティリティとかですね、もうそれだけでも十分です。なのであんまりこうフェアウェイウッドを意識せずに違うクラブでもっと良さを出してあげた方がいいかもしれないですね。練習の仕方なんかはですね、フェアウェイウッド苦手な方、アイアンのショートホールと同じぐらいのティーアップの高さにしていただいて、これもボールの位置はできれば下に置いてある時と同じですね、ヘッドがご自身の真ん中を意識してボールの位置を決めていただいて、でここで練習の時の打つポイントなんですが、フェースの芯とボールの芯をうまく当てる練習をしてみてください。これをですね、ティーまで触って打っちゃうと意外とこう天ぷらしたりとかですねしやすいので、できればボールをクリーンに打ってあげる、こういう感じですね。なるべくティーを触らずにボールだけ綺麗に打ってあげる練習をするとすごくいい練習になります。で最初なんかはすごく怖いので、ティーを高め低めいろいろ変えて自分の打ちやすいティーの高さで練習していただいた方がいいと思いますが、慣れてきたらできればフェアウェイウッドの一番上のこの角ですね、ここからボール半分ぐらい後ろから見た時に出てるぐらいの高さのティーアップをしていただいて、
ボールだけクリーンに打ってあげる練習なんかはすごくいい練習だと思います。初級者、中級者、上級者とかっていろいろこう分けるとあると思うんですけども、初級者の方なんかはもうヘアウェイウッドを多分練習してると面白くなくなっちゃうと思うんですよ。その本当難しいクラブの一つなので、まあ本当にティーアップして練習するのが本当おすすめです。あとはコースなんかで使わなきゃいけないって言ったら、ボールがある程度見えてるラフ、ヘアウェイよりもラフから打つ練習をした方がいいと思います。そうするとボールが綺麗に飛ぶ感覚っていうのが掴めてきますので、意外とこうラフ入った時に、あ、アイアン持ってなんか言われてアイアン持っちゃう方いるんですけども、特に力があまりない方や女性の方なんかは、あの率先してヘアウェイウッドを持った方がいいです、ラフから。なのであんまりこうアイアンで逃げるというよりはヘアウェイウッドを持ってゆったりこう振ってあげた方が意外とラフからの方は打ちやすいと思います。なんでそれは試してみてください。中級者、上級者の方なんかはもう本当にそれぐらいのレベルになってくると、いろいろご自身でうまく打つ方法なんか知ってると思うので、めちゃくちゃ大事なポイントだけ一つだけいいですか。ヘアウェイウッドはかぶせます。これ絶対やってみてください。あのまっすぐ構えたのがこれぐらいだとしたら、これぐらいかぶせるんですよ。ヘアウェイウッドって結構かぶせるのがポイントです。あの構えた時にちょっとこのお尻がちょっとこうやって浮くぐらいでヘアウェイウッドを構えるとめちゃくちゃ当たります。いい球出やすいので、ちょっとやってみてください。あとはそれと同じ構えをしてもらいたいのがユーティリティ、この2つはちょいかぶせ基本です。これやってみてください。めちゃくちゃいい球出ます。こうブシューっていう球が出るので、練習場なんかでコースでいきなりやると怖いので、見た目のアドレスの問題とかもあるので、練習場でいつもの構えをしていただいて、そこからちょっとフェースをかぶせていつも通りに打ってあげる、あれが答えですよね。めちゃくちゃいい球、そうです、あんな感じの球が出ますので、ぜひぜひ試してみてください。では今回の動画、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。そもそも何でボール打つのって言ってしたら、もちろんね、考えた結果クラブで打つって言ったんだけど、そのね、そうやって構えてクラブでこうやって戻ってきて、インパクトのところにちゃんとまっすぐ戻ってくるの前提すぎて、当たり前すぎて、プロゴルファーは教えないんだよってことをまず言ったわけ。クラブがまず動いてないと体で打たないから、クラブがインパクトのところに戻ってくることを前提にまずやってくれと言って、そういう話をその人にしたの。最終的にはめちゃくちゃいい球打つようになった。うん。